こんにちは、北海道キャンプ場巡り、今日は北海道の道南にある、東大沼キャンプ場をご紹介します。函館から電車で、列車で30分ぐらい、車でまあ1時間かかんないぐらいのところに、大沼という、国定公園になっている場所があります。まあ有名なところなので皆さんご存知だと思いますけれども、大沼、こういう感じですね。JR で函館から札幌に行くときに、函館から向かう場合必ず通ります。新幹線できた場合ちょっとねまた話が変わってきますけれども、ここにはね無料で使える大きなキャンプ場があります。もう夏なのでたくさんのキャンパーがキャンプをしていますけど、ちょっとねあまり人を取らないように外からねキャンプ場の様子をね撮影しようと思います。とても水がきれいで有名な大沼公園なんですけど、その大沼のねほとりでねテントを張ってねキャンプすることができます。ちょっとあえて外側を今通ってるので見えづらいですけど、ここから中入ってみようかな。ここからは遠くなしでいきます。近くの小学校とかがね、子たちがね、ボート教室とかでね、カヌーのね、乗船体験とかに来てたりします。
ちょうどここが車を寄せて荷物を出し入れしたりできますし、あと自転車でね、大野川公園回る時の駐輪場もちゃんとね用意されてます。なので車でここにちょっと寄せて荷物だけまず下ろして、テントをね張るのにとてもね便利な場所なんですね。実は2、3日前に、すぐそこのこの太い木の裏側あたりにねテントを張って、3日間ほどキャンプをしていました。毎年函館大沼を訪れると必ずここでのキャンプは外せませんので、立ち寄る場所です。ぜひ参考にしてみてください。大沼周辺道路案内ということで、大沼公園、 JR 函館本線の大沼公園の駅はここです。で、周りの道路をぐるーっと回ってくると東大沼キャンプ場というのがこちらにあります。実はこのすぐそばに JR の、函館本線の支線が走ってまして、流山温泉駅という駅が実はあります。本数ものすごく少ないので不便ですけど、鉄道好きな方にはねもうたまんない駅かなと思いますので、もし来れる機会があったら鉄道で来てみるのも面白いかもしれないですね。場所はこの辺は銚子口という地名になってますけども、ちょうど大沼のぐるっと半周したところにある形になるのかな。でまた帰るときはこの道をぐーっと戻って国道5号線に戻って、森とか長万部方面を目指します。今回は函館大沼にある東大沼キャンプ場のご紹介でした。簡単な買い物でしたら目の前にね実はお店もあります。まあ自動販売機があるんでジュース買ったりもできますし、で先ほど映しましたけど、こちらが炊事場、炭使ったりもできるコンロもあるのでね、とてもね使いやすい、炊事場があります。こんな施設のいいキャンプ場がね無料で使えるんだからね、さすが北海道だなって、ね、懐の深さを感じます。先ほども映しましたけど、お隣にはねとても綺麗に掃除されているトイレもあります。もちろん水洗で、怖いトイレではありませんので、お子さん連れてきても安心して使えると思います。よろしかったらぜひね参考にしてみてください。今日はたくさんのテント、ね、キャンパーがテント張ってますので、あまり映し込んでしまうと怒られちゃうから、これぐらいにしたいと思います。東大沼キャンプ場のご紹介でした。こちら食事もできますよ。テラスで今用意してますけど、ね、のんびり自然の中でね美味しいサンドイッチ食べたりできるから、美味しいコーヒー飲みたい方もぜひどうぞ。それでは終わります。